はい、ちょっとまあ寝る前にね、まあ、一本動画撮っとこうかなと思います。いつもありがとうございます。おそぼんば、徳島のパンムキです。本日もどっかんばたらやっていくんですけども、今回の動画はですね、9周年ファミミッションの、ステージ7のイージーロンの、超属性、5属性ミッション、やっていこうかなと思いますんで、ぜひ最後までご視聴のよろしくお願いします。はい。で、やっぱりね、相手が邪悪竜でしょ。邪悪竜言うたら、やっぱりもう、チーム編成これしかないと。はい、これ !4 のみ !4 のみ !GT4、GT ヒーローの4のみでいこうかなと思ってます。はい。もうこの並び一番好き言いましょう。4のみな。もう無敵やんこんなん。無敵やんもう無敵しかないわ。無敵ふぅ言いましょうか。言いましょう。これってさ、いらんよね。いらんよね。うん。いらんよね。何がって。ウイスとかまだ最初いらん。俺これどんなんやったっけね。ウイスまだいらんよね。あ、まあええわ。うん。まだいらんくないだって。いらんでしょウイスとか。いろんいらんでしょこのチーム編成なめんなよ、お前。ていうか、ちょいちょいね、フレンドさんに、ちょいちょいね、見かけ、X のポストで見かけるんだけど、体温計ツイートさ、俺も体温計ツイートしたらみんなにチヤホヤされるから、今の体温はね 36.5 度だったよ。さっき測ったら36.5 度の平熱体温計ツイートしてポストして、みんな大丈夫ですかって言うてくれます、うん、ちょいちょい見るよね、うん、これ前も話したけども、いやなんかうんってなっちゃう僕僕の考えね、僕の考え、うん、おーんってなっちゃうね、うん、この編成無敵でない、やばないこの編成ね。あ、これどうしよう、こういっか、いやでもガードしてくるからこういくわ、こういってこういってこれこういくやん、この編成無敵やんな。やっぱいい進路に対してはやっぱり GT ヒーローやで、ね、これの超属性5属性ミッション豪華絢爛スーパーサイヤ人4のみ、そういうことです、うん、で何を話しようとしとったっけ、まあ体温ゲームことしかり、あれちょっと僕メンバーシップについてちょっと疑問があるというか、ちょっと思うところがあって、メンバーシップってなんか好きな配信者さんがメンバーシップ始めましたってなるじゃないですか。おマジかって言って勢いで入るじゃないですか。まあ300円なり500円で、今度大会する時ってやめにくいよ、大会しにくいよね。なんか会社を退職するみたいな感じな感覚に陥るのよ、うん、僕ねメンバーシップ入ってるのね、マジで好きな人しか入ってなくて、カズちゃんとリドルさんとナイキンさんだけなんですよ、僕入ってるのは。うん、これスタンバイしよっか。その 3人しか僕入ってないんですけど、今度辞めるとき、辞めないよ、辞めないけど、辞めるとき、すげえ辞めにくいなと思って、なんか、その人とギクシャクなるなと思って、うん。で、僕、思っちゃうというか、まあ、私の感覚がおかしいのかどうかわかんないんだけどね、うん、だから僕は、ね、あんまりねそのメンバーシップ入らないようにしてるんですよ。ガチで好きな人しかこう入らないようには、まあ、してます、うん、やしやっぱ自分もあんまり作らないようにしてるメンバーシップを、うん、ここをいつ使ってた方がいいな。だからその人にも悪くて、うん、だから入ってくれてるのに、入ってくれたのに、じゃあそれなりの、じゃあお前配信できるんかって言われたら、確かになって思っちゃう。うん。やっぱ月、やっぱお金ですやん、あれって入るもね。だから、月300円、500円、ね、払ってくれるのに、それなりのメンバー限定配信できるんかって言われたら、いや僕ちょっと難しいなと思うね。大体生配信が僕はあんま好きでないんですよいやしますよ、たまにしたいなって思う時あるんですけど、なんかその皆さんみたいにいろんな配信者さんみたいに週1とか毎日とかはちょっとできないんですよね、うん、やっぱ僕生配信より動画が大好きなんですよ。自分の言いたいこと言えるから、うん、いやでもメンバーシップ開設したっていう人は、ね、すごいなって思うね、うん、いやそれでこそカズノチャンネルさんのメンバーシップも楽しいし、リトルさんのメンバーシップも楽しいし、うん、でナイキンさんのメンバーシップも楽しいんですけど、いかんせんこのお三方ね、私が寝る時間がだいたい8時なんで、このお三方だいたい夜9時以降にしはるから、しぶしぶアーカイブになるんですよあれ俺メンバーシップ入ってる意味あるんかなってたまに思うてんからいや楽しまアーカイブでもね楽しませていただいてますけどね、うん、これもズドンやったらええんじゃんなあ、ズドンやっていこうや。あーベジータ200枚の方やったな、まあいっか。でここでウエス買ったらええんだろ。でこれ返信、これ返信久しぶりにでおかな返信、このメンバーでさ、このメンバーでちょっとスーパー戦場超えた力編ミッションクリアしたんやけどあかんかい返信見ようぜ久しぶりに。いやメンバーシップやこれ、メンバーシップちゃんこれそろそろお互い本気を出して配信も配信、超メンバー配信といこうじゃねえかっていやディスってないよ、ディスってはない。わこれも久しぶりやな、配信するぞカカロット配信するっておめえの口から聞けるなんてよ、メンバー配信だぜベジータああ面白いなあ分かった、メンバー配信でなんか飲み雑談とかもええんちゃう俺なあ、飲み雑談どうよ、俺のみんな興味ある俺の飲み雑談どうすか、ダメですか俺の飲み雑談は楽しいはずやで。これってアクションブレーキ聞いたっけこいつ、いつ買ったな、うん、オッケーオッケーオッケー、もう安定やんこの G メンセアクションやん、楽しいなやっぱこういう2000万やって2時ってすげえよな結局、うん、結局2凸も2時もすげえよ、うん、凸ってなんぼやなやっぱこのゲームキャラゲーなあ。うわこれなんか久しぶりみたいな気がする、これめっちゃ久しぶりみたいな気がする、あんまり普通のフルパワー悟空4にあって普通の必殺打たないからあんま見えへんよね、うん、余裕やんやっぱ EC のりは GT ヒーローやで、うん、7周年、なんかみんな7周年でクリアしてったらスーパーサイズを超えた力ミッションだからあれでいくと俺負けるんだよ7周年嫌われてるのかドッカンバトルの運営に嫌われてるのかなんだか知らねえけどよ負けんだよなあ、負けちゃうよね。っていうかこれってここってこんな難しかった、えこんなもんなのあれだからスーパー EC のステージ8のあれで超属5属性とか来たらやばかったな、うんアクションブレーキ効くやん、ええやん、いや楽しいなやっぱ神ゲーやるどっかまだええー、なこのメンバーシップな、なんかその昔カブリオさんがやってたんすよ、その酒とあてを画像でなんかその動画配信してましたわ、うん、いやいいなとは思ってたんですけどね、あ、リンク噛んでない。俺何してんねん。もう、要定動画撮影した、これ。そんなもんや。いってお前めっちゃ食らうんやけど。全体攻撃やったっけここ。ウイスまだ効いてるよな。あれ一応くのよかったな。しもろたな、おい。まあ、ここはいけるやろ。おう。なんか1億目いったらダメージ軽減とディフェンスも上がるからよ。うん、この8周年、4コンビかな。4コンビの GT コンビかな。必殺打って打って打ちっちゃうしなんぼやで。全体攻撃やったんか。そっか。さっきも全体攻撃打ってただろっていう話。だからその、スマホで、今日飲む酒と当てを移して、で、それでメンバー限定配信とか。いや、面白いけどね。面白いと思うけどな。だから自分だけが楽しいじゃあかんのよな、メンバーシップって。結局ね、お金払ってる人たちにも、喜んでもらえるような配信しなきゃいけないから、それなりのトーク力あるんかって言われたら、俺どうなんだろうな。言うたら自分勝手なこと、自分の話しかせんからな、俺。メンバーシップってね、難しいっすよ。うん、だからそう考えたらナイキンさんってすげえなってマジ思う。ほんまに、うん、本当の戦いはこっからだ。今の俺は誰にも止められんぞ。ファイナルメンバーシップ、ね、こういうところなんですよ。自分で言うたこと自分で笑ってるでしょ。で結局自己中なんですよ結局ど自己中なんですよ僕は。やばい、この編成でよかったんかな。あれこの並びでよかったっけ。あ、これ全体攻撃やばないなら、まあ、ここいけんねや。え、めっちゃ食らうんやけど。いやいや、まあ、これが徳島のパンプキンチャンネルですよ失礼。これも久しぶりやな。大体スキップするからね。うん、おら、死ねねんだ。力をくれ。メンバーシップもいいか。いけいけい。ぶちかましたるい。どうしよう。あ、まあいっか。斜めは。いけいけい。ゴー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 。レッツゴー。ここでだいぶ食らうでしょうよ。うん。そう、この技のフルパワー報告がね、めちゃめちゃ食らうんよな。え、ちょっと待って。これ、いけるな。いけるよな。チャージカウンターいけるよね。ね？今、フルパワー極法でいけるやろ。うん。っていうか、俺の5結構食らってたように思ったんやけど、まだやったな。やられたんじゃん。はい、イェーイ。ほんで、綺麗な終わり方じゃん、これ。ほんで、とどめやろ。貴様の負けだ。まだまだ死ねねえな。メンバーシップを立ち上げるまではな。宇宙のみんな、俺に現金を分けてくれ。すいません。ごめんなさい。これで、これ綺麗な終わり方やん。メンバーシップのみんな、行くぜ。で、珍しく綺麗な終わり方ちゃうこれ。めっちゃ綺麗な、めっちゃ久しぶりだこれ。感動やな。感動、すげえ感動。乙女パッサに感動でもそんな感じでした。すいませんまあ今日はね、まあメンバーシップについて、まあ、語りながら9周年ファンミのミッションの、願いの逆流、もう、ジャークリー誕生、もう言えてないよ。いいシーンの、やってみたという動画でございました。GT ヒーローでやってみたという動画でございました。最後までご視聴ありがとうございました。皆さんもぜひこの GT ヒーロー編成でやってみてください。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。